はい、今日の映像は前回に引き続き3対2のゾーン2でのまたゾーン3での攻撃を確認したいと思いますボールホルダーと2対2っていう感じですねそのような状況の中で、えー、とアイディアを出していきたいと思います当然どの時もボールはボール方向に進める努力をする、えー、といったところ は攻撃の習慣として大切なところになるのでそこを抑えながらまた可能な限りフリーであれば前にフィードし相手のラインを超えるといったところを確認をしていければなと思っていますそれではアニメーションいきましょうはいまあ先ほどお伝えした、うん 3対2のところはこう想定をしているというところですね。はい、では、この状況をちょっと解説すると、はい、ボールホルダーは相手い,、ま、いなくて前を向けるという状況、そして前、えー、と相手いないということですね、えー。ということになります。さらに、えー、と前の2人もスペースが。 あるってことですねまあ、相手もも密着マークしててていいるってわけでもないっでででなことですですから、えー、一番狙わなきゃ狙った方がいいところはえまあ声のパスですね,ねもう一回やってみましょうか、えっと、そのためにまあつる動きをして開けて、えー、中を狙うまあシンプルにこういった形で真ん中真ん中といければいいかと思います。 まあなかなかこういうのはうまくいかないですが、はい、次に考えられるのは、まあ、そういったなかなかは難しい時にはサイドですねシンプルにサイドを狙えるようにしておくっていうのも一つの手です、えーまあ、こんな形でラインを突破する前方向へのライン突破のパスとランニングができてくるといいかと思います とはいえ、なかなかそういったところも出せないときには、まあ、ボールを運んで、運ぶことによって、相手をつおびき出して、空いているところをサイドを使う。で、さらに、これの状態で、えっと、終わりではなくて、パサー、ボールホルダーの人たちが前にサポートをして、2対1を作っていく。 こういった動きも連続してできてくるといいかと思います。もう一度やってみましょう、はい。ここから走り出していって、もうサポートに入って2対1、2対1、3対2が2対1、2対1のプラスになっていること、えーと、2つがなっているってことですね。はい、次に、 先ほどはセンターバックがボールホルダーに来ました今度はサイドバックがボールホルダーに来た場合を考えてみましょうこうした場合はセンターバックは中に絞るのが鉄則になってくるのでしていない中に絞らなければ当然裏を狙えますしこうやって絞ってきた場合には、えっと、ラインを突破できるような速いパスでボールを受けさ パスをししててて受けてって感じですかかねもうう回いきましょうかこの状態であればここへ出して突破するっていうのがとても魅力的なプレーになるかと思いますまあこれが出せないようであれば逆サイドのこういったプレーが出てくるとまあ崩しやすくなりますよね当然サポートとしてこういったところもサポートでできてくるといいかと思います 3対21プラス2対2というような形の攻撃のアイデアを確認しました、えっと、ボールは前に進めるさらにラインを突破できるようなパスを出すさらにボールを運んで相手を引きつけて相手,を変化相手の変化を見つけて、えー、ボールを前に進めていくといったところが習慣になっていると魅力的な プレイヤーになってくる可能性が高くなりますねはい、次はサイドの3対2ボールホルダーと2対2といったところを確認していきましょうここではサイドなんですが横並びで見るとちょっと横のように見えますがまあこの青の3人と白の2人といったところも確認をしてみてください でえっとまあ、考え方としては、えっと、黄色の点線オレンジの点線から、まあ、ゴール方向にといったところを考えるとボーーールルルホルダーよりもゴール側にいいるとうこういったステーションもかなりあると思いますので、えっと、こういったところの狙いどころ、えっと、習慣としてどういったところができるとついているといいかといったところを確認していきましょう。 ではこの状況を確認しますと今の状況だと,、えー、とボールホルダーの前に、えー、とゴール方向にはスペースがあるということですねさらに、えー、2人目の味方仲間です、ねえー、との前にはスペースがあるというような状況を考えて、えー、いただければなと思います。 まあこの条件下の中でえとどのようにボールを配球したりランニングをしたらいいかといったところを確認をしていきましょうはいそれではまあシンプルに狙い目としては相手の裏でしたね前のボールをゴール方向に進めるさらに相手のラインを越えるっていったところを考えるとここでボールを受けてえと次につなげていく。 っいったところを考えてもらうのが一度いきましょう。スペースが空いていて前にスピードができるので積極的に裏を狙っていくっていう動きとパスが出てくるといいかと思います。次にまあえとそのままシュートに行けるような裏を狙うっていうところですね。もう一度いきましょうか。 シュートを狙いながらラインを越えていく。1人目のラインを越えるっていったところで、こういったアイデアが積極的に出てくることをできるようにしていただければなと思います。次は、人3人目の方ですね。3人目の裏を狙うパス。ボールホルダーがフリーだっていうことが条件ですね。ですから、こういった前の2人目の見方。 に釣られてディフェンダーがポジション取るといったところを考えながら遠くへランニングそしてパスということですね次に味方の動きに合わせたスペースが空いたところでラインを越えてはいないんですけどそこでボールを受けるで前に 素早くパスワンタッチパスでしょうかね。もうこういった形で素早く連携したパスをして崩していくっていったところも考えられるかと思います。ラインを越えて、またライン、ゴール方向に向かってラインを越えていくっていうような動き、そしてパスのを選択することっていうのが一つ習慣づいていると魅力的なプレイヤーになってくるかと思います。当然、ゴール方向が塞がれたら次の パスコースやーシュートいやーそういったところは狙うといったところはあの言うまでもなく必要だと思います。はい次は前にスペースがあるのでパスっていう選択肢もありますが自分から仕掛けていってこれは縦に仕掛けたところですね仕掛けていて相手が来たところにえっとラインを越えるようなパスまあこういった形さらに次は内側にドリブルをして 行くパターンですね。で、えっとラインを超えるというような。プレーさらに。えっと遠く目のところにパスですね。まあこういったところを。インサイドにドリブルをした場合には、こういったところのパス。えっと。遠いところ、近場のところラインを超えるといったところが積極的にできてくるといいかと思います。 次はボールを運んで相手が寄ってきたところを素早くセーフティなポジションにいる仲間にパスそしてワンツーリターンそうすることによって相手を越えていくっていうようなプレーになります。もう一度流してみましょう。寄せて安全なところにいる人たち人にパスそして突破をしていくこういったアイデアが出てくるかと思います。 ボールホルダーに対プラス2対2の状況からいかに早くラインを突破する方法をまとめてみました。最初パス,選択パスを選択する方法そして次に空いてるスペースにボールを運んで相手に仕掛けてからラインを突破するような動きが出てくることを解説してきました。皆さんいかかがだったでしょうか